どうもこんにちは。専念部長の小市です。今日は「三ヶ瀬ホストも有罪か?」ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでいただき女子りりちゃんの話を今回していきたいんですけどもご本人はすでに懲役9年罰金800万円という判決を受けて、まあ、現在構想中ですけども高裁判決が今月末9月30日に出る予定ですとおそらくあんまり変わらないような判決になるんじゃないかろうと。 かという,ふうに思われるんですがただこれご本人がね今、えー、っとですね裁判になってるのは詐欺罪っていうことになるわけなんですけども。 なんて言うんでしょうね。まあ本,本人が悪いのは当然なんですけど、それを消しかけたホストいるだろうみたいな感じで、結局そのお金をまあ貢いでたわけですよね。で、そのホスト知ってたんじゃなくて、知りながらまあ消しかけていたんじゃなかろうかみたいな話は以前からあって、まあ今回はそのホストに対してもまあ3年6ヶ月のまあ休憩がなされたということで、本人のみならずやっぱりまあいろいろなんかこう分かりながらいろいろね、 まあ差し向けたと言いますか応援しちゃった人もまあ犯罪になる可能性が出てきたということでまあ最近私がいろいろねお,なお話ししてる件においてもですねまあある種一人の女性が暴走しているかのように見えているんですが、まあ、その背後にいろんな人が見えるのでやっぱりその女性がいろいろこうそういう何かはから見てて それまずいんじゃないみたいなことをやる背景にまあ何かあるんじゃないのかなみたいな話を今日はしていきたいというふうに思います。はいというわけでこちらはですね東海テレビさんの記事ですね、はい。いただき女子リリちゃんに金を見つかせていた27歳元ホストに懲役3年6ヶ月を休刑詐欺行為を助長したということですね。はいで えー、新宿・歌舞伎町のホストの方ですねを頂、えー、き女子リリちゃんを名乗っていた、えー、と方から、まあ、男性が騙し取った金と知りながら合わせて3,850万円の支払いを受けた罪などに問われていますということですね。まあ頂、えー、き女子リリちゃんの方は1億5,000万の件で、まあ、現状詐欺罪で訴えられているわけなんですけども。 まあその中の3,850万ですかね、の件は、お前もなんか、あれですかね、知りながらもらっただろうみたいなことで、訴えられているということですね。はい、で、これまでの裁判で被告は起訴内容を認めているということですね。だから、現状はもう認めてますと、あとは、どのくらいの罪に当たるのか、あるいはこれに執行猶予がつくのかどうかっていうのが、ポイントかなと思います。 であとですね、弁護側は、1800万円の弁済が被害者に行われてるなどとして、執行猶予付きの判決を求めましたということで、まあ、約半分ですかね、おそらくご本人が持ってるものを全部出したのかな、というところなのか分かりませんけれども、あのー、これで半分出したから、政府となるかどうかでしょうね。まあ、3850万全部返したら別ですけども、まあ、多分ですけど、まあ、3850万のうち、 の半分です、実にいただき女子リリちゃんがも基本的にやってたわけだから、まあ、その半分について責任を取るっていうことなのかもしれないですね。あとはちょっと現状わかんないんですけど、これホストクラブの方からもお金は出してるんですかね。この方がまあ個人的にやったことだからっていうのはあったとしても、でも結局かお金がまあ会社に入ってるわけだから、まあ、これについてはご本人がね、まあ あなんていうんですかね、まあ、協力してるかもしれないし会社の方もね分かりませんけども、まあ、いずれにしてもですねいわゆる知りながらお金をもらっただけでもこんだけですね3年6ヶ月の休憩がなされてるっていうことですよ。と、はい、いう感じなんでね、まあ、最近いろいろ見てる件を見てるともう額がもうちょっと多いんだけどなーみたいなふうなことをちょっと思ってしまいますと。 はいでそしてですねこちらはえっと今年の5月の、まあ、NHK さんの記事なんですけども、まあ、判決受けた時の話ですね頂き女子リリちゃんがね頂、まあ、き女子被告側が控訴懲役9年罰金800万円判決に不服ということで一応まあ事件の中身としては SNS 上で頂き女子を自称し 男性に恋愛感情を抱かせて1億5,000万余りを騙し取った罪なので名古屋地方裁判所から懲役9年罰金800万円の判決を言い渡されたということでまあ不服として控訴しましたって感じなんですよね。はい、で、まあ、ここで出てるのはまああくまで男性3人なんですけどね。 だかからこれは明確にいけるってことなんですかね。まあ、それ以外にもいっぱいそうですけど、被害者の。で、えーっと、男性3人に恋愛感情を抱かせた上、金に困ってるなどと嘘を言って、およそ1億5500万円を騙し取った詐欺罪の罪や、男性を騙す恋愛マニュアルを販売して詐欺行為を手助けした罪などに問われましたって感じでね。 で、これはまあ直接的に、まあまあ、騙し取ったとされてるのが、1億5千万、5 5五百万なんですけど、なんかこの恋愛マニュアル、結構もん、なんかどこまで罪と悪いんだろうと思ってて、要は、それを見て、なんか同じことやって、また、なんかこう、捕まってる人とか、女性とかいるわけですよ。あの、だから、結局、その恋愛マニュアルはいっぱい売れたわけでしょで、売れたと。 で、それを見て、なんか真似して、まあ要するに同じような形で詐欺で訴えられたときに、まあ、それが今後も何回も何回も出てくる可能性があるわけですよね。そうしたときに、まあ、強さってことになるのかな、手助けした罪っていうのが、これ成立するんだったら、何回もおかわり来るんちゃうかみたいな、ちょっと思ったんですけど、まあ、この辺は本当にどうなっていくんでしょうね。はい、というところですかね。はい。 はいでまあ、とにかくその判決ですかね控訴して、まあ、第1回でしま,しまったんでまああっという間に判決あっという間っていうか割とそのあんまり判決としては変わらないんじゃないかっていうふうに言われてるわけですよねでまあそれもなんか本人が謝ってないんですよね謝ってないっていうかこの被害者とされる方々にそのちゃんと謝ってないんですよねでその人たちまあその中の一人がインタビューに答えて手紙もなんか送 らしいんんでですすけどそれに対してての返事も来ないんですって <laughs> あのいや普通は自分の方からごめんなさいって,って送ってなんとかそのな被害感情をですね収めてもらうように努力するもんだと思うんですけどももうないね連絡もない連絡しても帰ってこないみたいな感じででそれについていただき女,女子のリリちゃんは何て言ってるかっていうとなんかいっぱい責め立てるようなこと言われたみたいな <laughs> あの全然反省してねみたいな感じでえっと 先日、だから、第、第2審の方が1回でしまったんですけど、で、その時にもう1回でしまっちゃった、終わっちゃったから、もうこれはもう、もうアウトだよっていうことを多分弁護士に言われたんでしょうね。もうこのまんまの判決になる可能性高いよってなって、現実が見えてきて、9年前のか、みたいなね。いう風になって、ようやく、あの、今、X の方で代筆してる人がいるんですけど、その人のところに手紙って言うんですかね、書いてて、そこにようやくでかい文字でごめんなさいっていう、すいませんでしたかな。あ <laughs> の ようやく出して <laughs> そ,<の笑>そ<の笑>ちょっとまあいろいろ状況分かってなさすぎでしょっていうのがあったとはいまあでもそういった女性を、まあ、ある種でもね恋愛マニュアル私も見たんですけどめちゃくちゃよくできていてすっごい賢いのにまあ、そういったちょっと社会性みたいなところっていうんですかねそれをやったらやばいよねみたいなそのところがまあ苦手というかあんまりできてなかったわけですよねはい。 だからマニュアル作りはすごくよくできている一方を社会的にどこまでやっていいかということについての線引きがあまりよく分かってなかった結果このようなことになりでそして一連の事件を巡っては詐欺の被害金と知りながら、えーっとですね、ホストクラブの飲食代としてお金を受け取ったなどとしてホストも起訴されていてみたいな感じですね。で先ほどご紹介したように3年6ヶ月の休刑されているっていう、まあ、そんな感じなんですね。はい。 でまあ何ていうのかななんでこんな危ないことしてっていうのはあるかもしれないんですけどもそこまでして何て言うんだろうなこうお金を稼いだ背景にはやっぱりホストクラブに、まあ、お金を使うっていうのがあったわけでそれがひょなもしなかった場合においてはですね、まあ、当時からも結構何だかこれこれさんかなんかがそんなのしたらダメだよ詐欺だよっていうの私なんかたまたま見たような記憶があるんですけど で、この、なんか、恋愛マニュアルみたいなやつ、詐欺マニュアルかもしれないな <laughs>。とにかく、結構、その、いただき女子みたいなことで、普通に喋ってて、はぁみたいな <laughs>、えー、えぇみたいな、なんでこんなの捕まんないのと思ってたら、まあ、捕まったんですけど、まあ、この感覚は、某、ちょっと、破産投資を見てる時の気持ちと近いというか、えぇ、えー、みたいな、えこ、これで捕まんないのみたいな <laughs>、と思ってたんですけど、まあ、ちゃんと捕まったって話なんですよね。はい。 であ、これに関しては、最近の、えー、とこちらですね、知床の観光船事故っていうのがあって、これも NHK さんの記事ですけども、えー、とその運航会社社長を逮捕ということですね。はい、で、これですね、えーとと、おととしですよね、おととし、えー、北海道知床沖で観光船カズワン1が、まあ、沈没し、乗務員 乗客20人が死亡6人が行方不明っていうことでねまあなかなかの大変な事故があったわけですよねはいでここでまぁ、あ、当時からもなんかいろんな言い訳をたくさん まあ聞いいてて、えー、みたいな、でもアウトじゃねえって思って何で逮捕これもなんでその逮捕っていうか行かないのかなと思っていたら、えー、っと2年越しで逮捕っていう感じなんでやっぱり警察っていうのはまあめちゃくちゃ慎重に捜査してもう完全に生けるぞってなった時点で逮捕交留っていうことに至るということがこれを見て明らかなように まあ、いろんな件を見て、初見で見てね、素人我、私みたいな素人が、これアウトじゃねえか、なんで逮捕しねえのかなって思ってることも、まあ、ちゃんとしっかり捜査をすると、最終的に、まあ、それが本当にね、問題というか、法に抵触してるものであれば、しっかり捜査、まあ、して、場合によっては逮捕することもあると。ただ、時間がまあかかるんだなあっていうのを、ちょっと見て、思うところですよね。はい。ということで、まあ、その、なんて言うんでしょうね、ただ、やっぱりちょっとく、 多くの人がひょっとしたらもやもやしてんのかもしれないんですけど、この頂き女子リリちゃんがやったことはまあ悪いとして、なんかもっと頂い,いてる人いるよねみたいな感じで <laughs>、ちょっとね、もうあの申し訳ないんですけど、例として出させていただいたのは、25億の某姫香さんの話ですね。まあ、いわゆるク,クラブというかキャバクラなんですかね。ので、まあ、相当のお金を見継がれた人だそうです。で、これで、まあ当時貢いでいた人が、今、なんか、 なんていうんですか私もさらっと見ただ見,見ただけなんで詳細わかってないんですけどすげえ貢いだぞみたいな話をしてるわけですよねそれで返せだったかなあ <laughs> 返せじゃないか <laughs> 問題あるだろうみたいなお前もみたいな話だったと思いますけども、まあ、いずれにしてもこんだけのお金もらったんか貢いだっていうふうに言っていてそれは物だったりお金かもしれないんですけどだし本当にこんな金額を貢いだかどうかもわかんないんですけど ただ、えーとですね、こちらの方の場合の方は特に、まあ、要するにいただいてるのは一緒じゃないですか、いただいてるのは一緒。いただいてるのは一緒なんだけど、片方はまあ懲役9年くらって罰金800万と言われてる一方ですね、えー、とこちらの方の方はおそらく逮捕はされないですね。というか、全く問題ないっていことになるんじゃないかなと。でただ、贈与税が発生するらしいので、 まあそういった、まあ、ものはね、本当にこれをもらってるとしたらね、で、それを手続きをしてないとするならば、まあ、贈与税をね、まあ、食らうって話があるんですけど、まあ、過去にはね、なんか贈与税とかもちゃんと申告してるみたいなことを言ってもいたらしいので、ただ、こんな巨額な金額、本当にね、まあ、もらってたのかなっていうのはね、ものだろうとなんだろうとね、ちょっと謎なとこがありますけれども、まあ、いずれにしても、ここまでいかなくても、なんかこう、いわゆるね、プロの方で、 あ頂い,いちゃってる方は山のようにいるじゃないですかその線引きなんだろうねみたいな話があるわけですよだからそれはやっぱりバックにいるその体制というか男性というかが作りの体制っていうんですかねその違いがやっぱり大きいんじゃないかっつう話ですよねはいだからまあまあ結局まあ要するに 恋愛感情を利用するという意味においては、まあちょっとまあ賛否あるかもしれないけど、まあ基本は一緒だ、一緒のはずなんです。頂き女子の方も恋愛感情を利用してって言ってるし、で、クラブなんかもやっぱりまあそういうのを利用してっていうのはまあまああるわけじゃないですけど、片方の方は普通に職業として成立して、片方だけが逮捕みたいなことになっていて、まあね、 だからこの差は何なんだろうねみたいな話なわけですよ。だから結局はそのあたりについてはまあまあ今職業としてねあのクラブとかキャバクラ成立してることから考えてそのまあそういった積み重ねみたいなのがあるわけじゃないです積み重ねとか文化とかね。でその中でここまでが政府アウトみたいなのを積み重ねてきて今に至るわけですよね。で当然そのバックにまあいろんな人物がついていてですね。でその辺で仮に 仮に何か揉めたとしてもその辺を処理してくれる人がいるわけでしょというところなんですよね。で一方で頂き女子リリちゃんの方は本人で考えて本人が動いたと。ただお金をめっちゃ稼いでそれをホストに渡したと <laughs> いうことで,でこっちの方はアウトっていうことなんですよね。はい。まああとは詐,詐欺罪なんでそのまあもらい方もね当然よろしくないっていうところですよね。だから、 変な話、こんな、なんて言うんだろうな、こう、恋愛マニュアルなんか作る必要もなくってですね、普通にクラブに勤めて、そこの作法の中でやってれば、非常に優秀な人になって、めちゃくちゃ貢がれていたかもしれないんですけども、まあ、ある種頭が良かったからかはよくわかりませんが、自分でマニュアルを作った結果、独立国の場合はやられちゃうみたいな、まあそんな感じですよね。はい。ということのようですね。で、あとなんか、これの件をめっちゃ 解説ししてる人の話をた、まあ、たくさん見ましたけどその中をま,あまるっとまとめてというか、まあ、いくつか参考にさせていただいてちょっと言うとなんかやっぱり女性っていうのはやっぱり境界線がどっちかっていうと男性に比べると曖昧だって話で、まあ、それはやっぱりなんか。 こうまあ、男女のやっっぱりり特性ってありますよ、ね、で男性の場合はやっぱり社会的動物なので社会のルールをの中でやっぱり生きようとするみたいなところがあってであるがゆえに見えないルール含めて忖度社会が成立しちゃうのか,しかもしれなくってだからそういった意味において女性活躍していくとそういった忖度文化も壊れちゃうかもしれない壊れていい意味で壊れるかもしれないんで,で、まあ、どっちがいいか悪いかっつう話でもないんですけどただやっぱりそれを分かって ている人がまあ、バックについているかどうかっていうのはやっぱでかかったんじゃないかなっつ話ですよねだから社会のルールですよねでルールも結局人が作るもんだからあのだってその美容によっては一緒なわけなんですけどねだからこの姫かさんはわかりませんけどもその中には非常にリリちゃんに近いような形でなんか見ついてもらってる人もいるかもしれないんですよねですけどやっぱりそこについて あのやっぱりパックの人がちゃんとしていたら、あ、これはちょっと犯罪になるなと思ったら、じゃあ、ぱっとお返しするとか、あるいは、あの、まあ、なんとかいけそうって場合については、まあ、ちょっと話し合いでなんとかするとか、あるいは教育の中で、そういう、もらい方としては、こういう取りもらい方するんだよみたいなことをしたりとか、まあ、その辺ですよね。かその辺が、まあまあ、ちょっとあったかなかったか、みたいな差がでかいんじゃないかっつう話ですよね。はい。まあ、非常に危ないと。 でだからそういうなんかこう危ないところに足をそもそも突っ込む場合にバックの人がまあ割とちゃんとしっかりしてるかどうかっていうのはまあ割と重要って話がありましてであの私がよくお話ししてる破産投手の場合はどうなんでしょうねみたいなのはちょっと思うとこあるんですけどであの。 このいただき女子リリちゃんがですね、どうしてそんなに、まあ、ホストに傾聴することになったのかみたいなことについてえー、っとでで、すね、はいで、それがこちらの東海テレビさんの記事で分析されていて、頂き女子はこうして生まれた詐欺の被告リリちゃん独占手記87名につづられた絶望,からせい絶望からの成功と破滅までと。 ということなんですけども、まあ、恋愛感情を利用悪用して、複数の男性からまあ総額1億5000万以上の現金を騙し取ったなどの罪に問われている頂いき女子りりちゃんですね。はいということで、そこをですね、判決を前に被告は拘置所で便箋87枚にわたって書いた手記を東海テレビの記者に託しましたってことですごいですね、そこには赤裸々な人生が描かれていたというところですかね。はい でまずは少女自体に家族に絶望ということで、やっぱ子供の時に何かあったっていう話ですね。両親と1歳上の姉と共に過ごしたとで。ここについても45枚ですかね。だから87枚のうちの45枚ですよ。まあ、おそらく事件のことを書くはずなのに、ここが多いということはいかにここにこ、まあ、なんて言うんでしょう、何か問題があったかっていうふうに本人は思ってるんじゃないかってことですよね。 式、はい、においては家族4人で出たけた記憶も仲良く会話した記憶も、まあ、ご飯を食べた記憶もいつもありませんって、まあ、常にまあ家庭の中は暗かったという雰囲気が良くなかったってことですよね。でさらに、えー、と家族とのいびつな関係ということで父親に対する記述は暴力であふれていたって感じで手にライターの火をつける包丁で脅されるとかみたいな感じですかね。 はい、とか今から包丁買ってきて丸するからなと隠したっていうね隠すっていうことはねみたいな日常的に危ないと思ってるから隠すわけですよね。はい、ということで、まあ、そのようなこう壮絶な家庭環境の中で110番で連絡したんだけど結局、まあ、警察官親子喧嘩みたいな感じですね。まあ、これ今はひょ今の時代だったらねちゃんと問題視してくれたかもしれないんですけど当時はの警察官は親子喧嘩みたいな形にしちゃったというところですよね。 はい、でまあそれでせっかく助けまあ110番するのもすごい勇気がいったと思うんですけど結果助けてもらえなかったっていうことについて、まあ、この世界に期待するのをやめたっていう、まあ、そういう感情がそもそもあったっていうのが一つまあポイントだと思いますね。はい、で唯一のよりどころは母親だったんだけれども、まあ、アトピーに悩んでまあね、まあ、友達から心ない言葉をもらっ浴びせかけられた時に母親がまあ えーっとですね、気のせいでしょうって答えたことがまあそれがすごく悲しかったと式に書かれてるという感じで、まあ、非常に辛い思いをしながらも助けてもらえないみたいなところがずっと続いていくっていうことなんですよね。はい、というわけで、まあ、両親はインタビューもまあ応答しないしそれから母親裁判での上場承認を断り法廷にも姿を現してませんっていうことなんですよね。はい。 で存在意義を感じるため、まあ、体を売る日々そしてホストへということですね。で家族に絶望した彼女が居場所を求めたのはネットの世界だったってことですよね。で最初は会う目的はもう体目的みたいなことですかね。でもそこにうんですかねそういう目的だとは分かりつつも相手が喜んでくれることで自分のマイナスを埋められる感じがして自分が求められると思えてとても満たされたっていう。 まあことなんですよねはいでさらに20歳の頃をもっと満たされる場所に出会うとそれがまあホストだったということですねで笑わせてくれてすごく楽しいと感じさせてくれたとこんなあ楽しい経験生まれて初めて幸せだったということでだからまあハマってったってことなんでしょうねはいでまあホストと出会い体と心を許し次第に支払いは毎月10万ほどにもなってったって感じですかね はいでまあ、その頃でもえっ、ー、とこのお金毎月10万ですからねだから毎日行ったとしたらえっ、ー、と300万ですよねそんな金額みたいな感じで、まあ、いくら風俗の収入が大きかったとしてもまあなかなか厳しいんでしょうねという感じで、まあ、応援しているホストの方がナンバーワンになれなかったことにの時にえっ、ー、とですね LINE で「300万ください」とお願いしたとでそのうちの一人から「大丈夫」と声をかけられてまあ あ,あ、少しなら助けたいということで、いきなり30万ぐらいもらったっつうことなんですね。まあ、これが多分頂き、女子リリちゃんの誕生みたいな感じなんでしょうね。だから、これもお願いしていたのは、当時の風俗店のお客さんですね。で、それで少なくとも37。5万円ゲットみたいな感じ。で、まあ、ここで成功体験を。まあ、まあ、してしまうと。 で、まあ、ホストに使うからとは言えずに、まあ、いろんな言い,言い訳っていうのを考えて嘘、まあ、簡単に言うと嘘ですよね嘘を言ってお金をもらうようになっていったということですねでそれをまあたくさん重ねる中で、まあ、テクニックを磨いていくとでそれでまあお金をもらったことを SNS にしたら、まあ、いろんな人から質問が来てここでもまた求められて嬉しかったんでしょうねだからおそらくですけどもマニュアルにつながっていくっていうことになっていくって感じで。 はいでまあ、このマニュアルもすごい褒められたと。まあれにしてもそういった形でお金をどん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 、えー、と得ていってですね、それで、まあえーとですね、毎月多い時には400万ほどをもホストに貢、まあ、いでいくようになるけれども、まあ、自分を、まあまあ、それと悪いことやってるって分かってるわけですからね、まあ、それについて、まあ、優、ま、秀、あ、に苦しい思いをしていたということのようですと。はい、ということで、まあ、やっぱりね、幼少期の頃における、いわゆる まあ実質虐待実質っていうか虐待ですよね。でそれによってですね自分,自分の存在意義みたいなことが薄くなってしまってでそれについてそれを与えてくれるような、まあ、ホスト体験であったりとかあるいは、まあ、そのマニュアル販売とか SNS でまあ求められるとか含めて。 まあやってることはよくないんだけどそこにやっぱり存在意義を見出してしまったことによって、まあ、暴走止まらずということになったということで、まあ、全貌を見るとまあちょっとねまあまあ同情する部分もありつつんだけどやっぱりちょっと <laughs> ごめんなさいとかいまだにして。 未だにってし,てしてないわけじゃないんですけど何て言うんですかねそのお金を騙し取ってしまった、まあ、方々が納得するような何て言うんでしょうね謝罪とかやり取りっていうのはいまだにないらしいんでねはいそこについてはその辺りについてはまあ倫理観がぶっ壊れてるのか教会が曖昧かよく分かりませんけれどもそれよりもまあやっぱり自分の存在意義を満たす方が、まあ、すごく優先されてしまったってことなんでしょうね。 はい、で,でもひょっとしたらそういう人って結構世の中にいっぱいいるような気がするんですよね。でその中でやっぱり恋愛関係とかを上手に利用しながらやる感じの方が、まあ、まあちゃんとした夜の世界に入って。 でまあバックがしっかりしているとその中で正当な何て言うんだろう何て言うんだテクニックっていうとちょっと語弊があるけどまあまあ合法の範囲の中で、まあ、上手にできるような方向性いったのかもしれないんですけどやっぱり流れがねやっぱりそういう感じでは全然なかったので結果としてまあこのようなことになってしまったつうことですよね。 はいだからひょっとしたらこの時の彼女を止めれるのは実はこの三ヶ瀬ホストさんだったわけなんですけどもまあ止めるどころかねもっともっと見つけて話でしょう要するに。ってなっちゃったことがまあ歯止めにもならずって感じなんで正直ちょっと破産投手の方を見てても周りが止めるべきでしょみたいな状況においても止まらずなんでね。 まあ結局、彼女のいろんな決定とか、その、なんていうんですかね、突き進む、まあ、存在、んなんていうの、その根拠となっているものが、現状においてちょっとよくわからないんですけど、まあ、単純な支援だけでは、あの、説明できないほどの危ないところに首を突っ込んでるなというふうに思うんで、ここについてもいずれ明らかになるんだろうなと思いながら見ております。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。